ロナウジーニョが降臨だそうです。アンリコズ、俺これ何回言ってんのよ、もう本当にフランスだと思ったのよ今回。違うとはね。いやー、もしかしたらもう普通に無理なのかな。単純にこうなんていうかな、大人の事情、いや大人の事情を飛び越えてさ、やっぱりこうサウジアラビアリーグみたいにさ、もしかしたら一人一人の単価が高いってただそれだけなのかな。バッジオとかデルピエロって意外と安いのかな。ロナウジーニョも意外と安いのかな。なんかわかんないけどね、ちょっとさ。はい、どうもマグマグマグロンと申しまーす。はい、というわけでアンリコズね、アンリどころかジダンも来ないでしょね。えってことはこれなんだろう、フランスの OB は高い説あるね。ちょっと他の OB の方々よりもさ、値段ふっかけてんじゃないのこれね。いやもう、もしこれでいつの日か運営ちゃんが諦めてメンディーとディザンの強いのを出してきたらギブアップということでしょう。はい、というわけで今回の10月11日水曜日付のサカツクやっていきたいと思います。今回は声のみねえ。ちょっとアンリ来ないか。いやでもバルセロナだからね、まだワンチャンね、ワンチャンあるのよ。10月25のレジェンドの方に、あ、ね、バルセロナアンリっていう、ないか。自分で言っといてよ、もう本当に。はい、というわけで、今回のサカツクやっていきたいと思います。ね、ちょっとね、昨日の、ね、生放送の段階でね、ちょっとガクッと来てしまいましたけれどもね。はい、こちらですよね。プロサッカークラブを作ろうロード2ワールド 5.5 周年記念特番配信ということで、こちらの中でもやっておりました。ね、なんかはいろいろやっておりましたので、ぜひこちらの動画もご覧ください。というわけで、今回の中には多分載ってなかったと思うので、先にそっち行きますか。生放送の方でね、ライブの方で、こっちにしようかな。あれ、秘書ってどうやって帰るんだっけ。あれ、どこだっけ、人事だっけ。ああ、いたいた。秘書交代。はい、というわけで、逆。はい、というわけで、新しい秘書ということになりました。じゃあ、変更しといてあげよう。どうなんの？こうなるみたいです。ね、というわけで、しばらくの間、記事を変えてみてはいかがでしょうか。ただね、喋ってる時はね、こっちの画面になるから映らないんだよね。まあ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 、しょうがない、しょうがない。はい、というわけでね、秘書が交代できるみたいです。ライブの中ではね、なかなか結構、まあ最近の流行りではあるんですけれどもね、運営ちゃんがこうやって、ね、YouTube で配信に出て、ユーザーの皆さんの意見を取り入れたり取り入れなかったり、いろいろする、そういう企画はね、非常にいいかなと思います。今回見てても、ね、いろんな人たちのね、質問に答えてたり答えてなかったりしてたのでね、よかったんじゃないでしょうか。最後のね、コーナーがなくなっちゃうって心配していたクロワッサンさんと運営ちゃんのお話の中にね、ちょっと一つ面白いのありましたよね。勝者の嗅覚みたいなのが3つ重なっても効果はあるっていうふうに言ってくれたの。あれちょっといいですよね。ちょっとそうなると今までの上級遺跡特訓の考え方変わっちゃうんですけど、恐怖しないもんだと勝手に思ってましたからね。まあまあまあ、めんどくさいからしないけど。はい、じゃあ、サカツク、お知らせ読んでいきたいと思います。
まあ、詳しく気になる方はね、ライブの方を見た方がやっぱりいいですね。はい、じゃあまずこちら。レジェンドスカウトチケットで弾けますって書いてあるので、これはかけらですね。かけらを集めて5くれぐらい弾こうじゃないかっていう、まあ、いつものやつ。どんな感じ？500試合行うそうです。あ、まあ、1ヶ月か。1ヶ月かけて、500試合を行うことで、かけらいっぱい手に入るようです。その他、1日1回限定ですが、チャンピオンズロードマッチを10回プレイすれば、また毎日もらえる。1週間毎日もらえる。そして来週からはリーグ戦を10試合行うともらえるということになっているようです。来週からリーグ戦を行うって書いてあるところを見ると、来週はリーグランキングイベントでよろしいかな。なんかそんな感じするね。リーグ戦をやらせるためのイベントが来そうです。はい、次。今回はね、ちょっとね、盛りだくさんなんでね。急いでいきましょう。はい、というわけで、5.5 ハーフアニバーサリー記念キャンペーンまとめということで、もりもりキャンペーン来ましたね。先週じゃなかったってだけだったんだね。はい、というわけで、来ました。マグが待ち望んでいたものが来ました。1日1回10連無料。プラスミッション10連。ということで、全部で280連引けるいつものやつ。はい、来ました。まあ、これでね、星3、星4の選手を売りさばいて、コインに変えていくっていういつものやつですね。だからここで出てくる星5がどうこうは全く問題ではないという。そういうやつですね。今週の、ミッションは、チャンピオンズロードマッチを5回プレイするとできる。で、来週は5試合を行うに変わってますね。どうせならここもリーグを5試合にすればよかったのにね。そうすればさっきのとね、一緒になるのだからね。そして、5.5 ハーフアニバーサリー記念ログインボーナスということで、1と2目が入ってますね。さらに GB、星5確定チケットなどももらえるということになっております。あれもしかして俺今さっき背景違うのにしたけど、5.5 周年記念の背景もらえてるみたい。もらいに行こう。ここら辺に入ってるん？ここじゃないね。あ、もうもらえてるっぽいね。もらえてましたね。すべて受け取っちゃう。全部受け取れないみたい。ただ、この間回したからだね。今、背景変えたばっかりなのに。こっちに変わるようです。青赤。なんかちょっと尺に触るな。変更します。はい、というわけで、こういう背景になりました。5.5 ハーフアニバーサリーだそうです。はい、次。ね、もりもりキャンペーンの中に背景も入ってましたね。はい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 。はい、そして、1突目、2週間後、なっております。そして、もりもりキャンペーンは、経験値増量にもなっているので、何かしらできそうです。そして、パネルミッションの方にも選手が追加されています。追加されているところは映らない。追加されているところは残念ながらね、映らないみたいですね。まあ、今回はね、新規や、復帰組の方たちにはね、星5、5突の選手が結構手に入るので、初心者には結構今やるのは向いてるんじゃないでしょうか。そしてパネルミッションの方で手に入るのがこちら、アンジェラード。坂つく名アンジェラード、モデルは、どこに書いた？モデルは、ジョルジュ・アンドラーデだと思います。違うかな。曜日マッチで何回か来てる時には違う名前だったような気がするんで、合ってるかどうかわかりません。97年から2009年までキャリア。その他、デポルティボラコルーニャなどで100試合出場しております。WCCF では何回か使いました。有料白カード。デストロイタックルって言われてもね。
ディフェンスリーダーもいっぱいあるしね。まあ、AB だしね。まあ、使わないよね。だけど、新規の方にとってみたらね、すぐにスポッと、使用が可能な選手になるかもしれないんでね。これは、ぜひ、ゲットしておいてはいかがでしょうか。まあ、マグは、とりあえず、キープ。一度も使わない選手になるのはもう間違いないんですが、しょうがないんですよ。もうそれはもう、稼働日からやってる人はもうしょうがないんですよ。はい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 、次、次。あ、もう終わりでした。はい、次。どう？あ、もう10分喋っちゃったね。どうする？一気に行く？一旦カットしますか。はい、というわけで、ここら辺で一旦カット。今回はね、長いから3分割しましょうかね。はい。というわけで、中盤スタート。はい、そして今回、また新監督が来ました。新星六監督、レイ・アールド登場。バルセロナの選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボが来ております。はい、こちら、新星六、レイ・アールド監督でございます。サカツク名レイ・アールド。モデルは、フランク・ライカールド。フランク・ライカールト監督でございます。2003年から2008年までの間、バルセロナの監督を務めていました。05-06 シーズンではチャンピオンズリーグで優勝した監督でございます。ね、もう、今日はオープニングの頃から言ってるじゃないですか。アンリ・ハヨって。ね、わざとやってる？梅ちゃん。これは何ですか？マグに対する当てつけですか？なんで今回このタイミングで他にもバルセロナの監督、あ、まあでもロナウジーニョのつながりか。ねえ、もう本当に。梅ちゃんわざとやってるって言いたいところなんですけども、まあロナウジーニョを出すんだったらしょうがないのか。いやもうロナウジーニョを出す、シャビを出すあたりからもう梅ちゃんはわざとやってるかもしれません。何を言いたいのかというと、05-06 シーズンでバルセロナがチャンピオンズリーグ優勝した時の決勝の相手がアーセナル。一息で言いました。ね、アンリがいたアーセナル。ね、そういうことですよ。なんか当てつけですか？ちょっと。ね、まあ、そんなことはないでしょう。はい、というわけで、その頃のバルセロナです。なのでね、エピソードは山のようにあるけれども、あまりいいエピソードではないので、スルーしたいと思います。ね。思い出させんじゃないよ、もう本当に。ね、本当に前半から退場、退場はないよ、本当に退場は。はい、次。ね、そして、新リーグ開幕。こちらも来ております。新リーグ挑戦で、お久しぶりですね。スタジアム建築許可証。新アクセサリー登場ということで、上位リーグとカプセン新たに追加となっております。というわけで、今回新リーグ追加がなんと、イングランドリーグ2324。もう一回言うけど、梅ちゃんわざとやってる？いや、アーセナル。イングランドリーグにはアーセナル。何？アンリ・ハヨってそんなに言わせたかった？ねえ。ということでね、当てつけがちょっと今回はね、ひどいですね、ちょっとね。スタジアム建築許可証がまた来てるんですけれども、スタジアム建築して何になるんだっけ？もうもはやよ。もはや何になるんだっけ？スタジアム作って。観客動員数が増えようが、もう今更大したこともございませんよ。ね、別に何もならないとは思うんですけどもね、スタジアム新しく作ったら、なんだろうね、アクセサリーとか、アイテムとかが多く持てるとか、なんかないですかね。そんなことはないんですね。はい、というわけで、新リーグが開幕しております。あ、でね、ちょっとね、気になるのもう一個あるんだよね。そう、見てこれ。新アクセサリー。ほら、これ。ザ・レッズって。ザ・レッズってのはね、リバプールのことを指すんだよね。アルビオンってのはね、ブライトンのことを指すんだよね。ブライトン・ホーブ・アンド・アルビオンだっけ？正式名称。ね。梅ちゃんわざとやってる？ね、今日何回目でしょうかね。今ね、今日けどね、2324のイングランドリーグはね、シティとアーセナルでしょうよ。梅ちゃん、わざとやってる。もう息も絶えないよ。はい、というわけで今週のやること、ででん。
チャンピオンズロードマッチやりましょう。はい、というわけで今回ね、こちらをガンガン遊びましょう。選べる監督交代チケットが来ております。ね。まあ今もこれも何をやればいいんだかよく分かれてなかったりするんですけれども。まあとりあえず来たのでやりましょう。獲得できる新星5選手、ヘビータンクシュートディスルートマークの、技を持っている選手をもらえるので、これはもう食わせてしまいましょう。マークは結構嬉しいかも。その他、こちら、アンドレア・ピナモンティ、ジメーノ、アシュリー・ヤング、マッテオ・ダルミアン、ミラン・シュクリニアルというインテルの選手が手に入ります。こちらに関しても、新規や復帰組にはいいのかなって思うんだけど、ある程度の回数上に行かないともらえないから、新規には厳しいかしら？ステージ20ぐらいまでなら新規でもいけるかな？いけるといいね。はい、というわけでね、かなり投げっぱなしましたけど、いけるといいね。これのね、選手たちもね、そんなに強くはないので、もうマグとしてはもう完全スルーでございますけれどもね。はい、次。やっていきましょう。はい、というわけで、これでどう？どれぐらい喋った？まだいけるね。じゃあちょっと一気に行きましょうか。じゃあここも。はい、というわけで、ロナウジーニョが降臨。5.5 ハーフアニバーサリーレジェンドスカウトが来ております。はい、というわけでね、今回の、ね、目玉がこちらでございます。5.5 ハーフアニバーサリーレジェンドスカウト。まあ、通称背景変わりガチャ。これは、引いた方がいいやつですよね。いや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 。ただ、ちょっとね、特殊なのが来てますね。これがね、そのロナウジーニョ選手なんですけど、ちょっと一回これはスキル見ますか。はい、通常であれば、新星5選手ってこういう状況になってます。スキル S、インビジブルドリブル、そして2番目にランク A の SP マイティシュート、などなど、大体こういうスキルが自動で最初からついているんですね。ただ今回は、とんでもないロナウジーニョが出るそうです。それがこちら。フリースキルバージョンということで、2番目が入ってないんですね。ということで、2番目、3番目、4番目にランク S のもの、さらに、めちゃくちゃ強いスキルを持っているのを3つ、ここにボンボンボンと当てはめることができる。あなただけのロナウジーニョを作ることができる。そういう画期的なイベントだ。ということでね。これはもうぜひフリースキルバージョンを引きたいですよね。フリースキルバージョンが 0.05% とかそういうなんか鬼のような仕組みではないらしいんで、ロナウジーニョが出てから 50%50% みたいな言い方をね、ライブの時にしてるんで、ロナウジーニョが出てからの選別になるみたいですね。本当に半分なの？そこちょっと絞ってたりとかしないのかね。ちょっとわかんないんですけれどもね。ちょっと絞られてるかもしれないですけども、なんかね、ライブではね、ロナウジーニョが出てからのフラグみたいな言い方をしてますよね。信じましょう。ただ、このフリースキルバージョン、こちら。ちゃんとうまくできてるよね、本当にね。神引きの違いがあるじゃないか、上ちゃん。はい、というわけで、今回のフリースキルバージョンロナウジーニョ、からくりがあります。それがこちら。100人目と300人目の選手を獲得すると、このスカウトにラインナップされている好きな選手を選んで獲得できるレジェンド交換チケットが手に入るんですが、こちら、赤字をご覧ください。交換チケットで手に入る選手にフリースキルバージョンのロナウジーニョは含まれていません。うまいことやるじゃないか、おい。梅ちゃん。これはまた、まあちょっとガチ勢の人はふざけんなって思ってるかもしれないですけれどもね。これはやっぱりね、100連しかやらないマグにとっては腕の見せ所じゃないでしょうか。ここで神引きを見せていくね、そんなマグをご覧いただきたいんですけども、さっき言ったように追撃を待つというね、変な仕様なのでね、申し訳ないですね。もしだって追撃の方にバルセロナアンディとか来てごらんよ。目も当てられないじゃないのよ。ねえ、だからね、ちょっとね、ほんの少しの確率のためにね、マグは、待つんだ。
はい、というわけでじゃあちょっと見ていきますか。じゃあ見ていくところを一旦カットでいいのかな、今の説明で。あ、いい時間だ。というわけでこれで中盤カット。はい、というわけで後半参りましょう。後半、はい、というわけでこちらが来ております。はい、というわけでロナウジーニョですよ皆さん。やっぱり聞きたいね、フリースキルバージョンね、聞きたいですけど、マグはグッド我慢だ。ただ、別にね、追撃に関してはマグもなんだかんだ追撃待って引いたのって1回しかないので、ピレスが出た時に1回だけ引いてるぐらいですよね。あの時はあれか、ベッケンバウアーを諦めたぐらいのマグですから、ロナウジーニョを諦めてもしかしたら追撃のアンリを待つ可能性は十分に考えられるというところでいきたいと思いますね。なので、皆さんはね、もういきなりもうこっち引いちゃって全然いいと思います。ロナウジーニョ、シャビ、この二人をね狙ってぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。追撃は待たなくても本来はいいんじゃないかなと思っております。なのでここでいつものセリフを言わせていただきましょう。無課金よ、引くときぞということでね、皆さんにね、ちょっとエールを送りたいと思いますよ、本当に。こういう時にね、今日は声のみって言ってる理由は、ね、マグの現在ちょっと体調が良くないのか、免疫力が低下しているのか、ね、いや、これあれじゃないの、アンリ来なかったっていうことで、マグの免疫力が低下したかもしれない。そうなのよ、火曜の夜までね、なんともなかったのよ。ね。だよね、水曜の朝になったらね、急にね、唇に口唇ヘルペスができるっていうね、水ぶくれがブクブクできてるんでね、高精度のカメラに耐えられません。ね、お見苦しいものをね、お見せするわけにはいかないので、今回はただ、その点だけでね、声のみになったんですね。口唇ヘルペスっていうのは、免疫が低下した時に唇にできる出来物でございます。一説によると、ストレスで、過度なストレスでもできるというふうに言われております。これはきっと、アンディじゃなかったストレスかもしれません。ね。何でも上ちゃんのせいにしようとしています。ね。そんなことありません。ただの寝不足だと思います。はい、というわけでじゃあ見ていきましょう。ほら、背景変わりガチャですよ。まあ、見事ですね。全部で10人、見ていきましょう。ね、もう誰かのせいにしたい。ただそれ一点でございますね。運営ちゃんは悪くない。はい、というわけで、まずは見ていきましょう。アンドレアス・クリステンセンでございます。センターバック、もうここでパッと見ても AA しかないところを見てももう外れ枠ね。申し訳ないですね、クリステンセンが出たら皆さんもうがっかりしてください。そして、センターバック、そして右サイドバックが赤ポジになっております。これは結構使い勝手がいいんじゃないでしょうか。右サイドバックでディフェンスリーダーってのも面白いですね。ジュール・クンデ選手でございます。ね。そして SS ランクでございます。右サイドバック SS は結構いいんじゃないでしょうかね。しかも守備的サイドバックですからね。次。そして何回出てくるんだ、マルコス・アロンソ。ね。でも S ランクはくれたみたいです。こちらは、左サイドバックの選手なんですが、センターバックも赤ポジになっております。結構ね、上背のあるサイドバックですからね。まあ、センターもできますね。3バックの左ってイメージだけどね。そして、左サイドバック単体で出てきています。アレハンドロ・バルデ。こちらに関しては、またこれが来てますね。エリア特徴持ちでございます。ディフェンスエリアではパスカットスピードが特大。ミッドフィルダーエリアではパワーが特大、パス大アップって感じになっています。まあ、手持ちのカードでどちらを使うかを決めてのがいいんじゃないでしょうかね。そしてチェインまで持ってるんですね。あらららららら、すごいじゃないの。これはもう大当たりだ。SS ランクではあるんですが、非常に使い勝手があるんじゃないですか。ただこれ引いたらロベカルがって感じだね。ロベカルがどうしよう。ねえ、せっかくのロベカル使えなくなっちゃう。はい、そして、ボランチ、フレンキー・デヨングでございます。こちらは S 特徴が4つ持ち。S ランク1個。まあ、外れとは言わないまでも、ここにね、なんか、ピルドとか持ってるんだったら、ピルドの方がいいって感じになっちゃうね。サイドアタックピルドの方がいいかもしれないよね。
そしてトップ下のシャビはちょっと一旦スルーさせていただきます。はい、右ウィングハヒーニャ。ね。S ランク特徴が4つついております。そして S ランク持ちになっております。で、マグは R 表記を歯で言うのはやめていただきたい。これはね、ポルトガル語読みでは本当はね、これ、実際に、ブラジルのサッカーの放送の時に聞いてみると、賛否両論です。どっちにあなたは聞こえますかって感じですね。なんかね、年配のアナウンサーの場合は完全にハフィニアとか、ホナウドって言ってます。ただね、若い人のね、実況の場合だとね、完全にラフィーニャって言ってますね。だからこれなんだろうね。なんかブラジルの中でもなんか、なんだろう、方言って言ったらあれだけど、鉛って言ったらあれだけれども、なんかそういうのなんじゃないかなっていう気するんだよね。だからどっちでもいいと思うよ。ね、全然ね、ラフィーニャでいいと思うんだけどもね。そんなこと言ったらホナウジーニョになっちゃうでしょっていう話ですよね。まあ、どっちでもいいです。いや、こっちロナウジーニョなのよ。ねえ、もう、ややこしい。ちょっとロナウジーニョも飛ばします。そして、センターフォワード、ロベルト・レバンドフスキーが来ております。ドイツ系の選手はなかなか、難しいんですよ。ねえ、ゲーム内で、ね、実名で使うのは、ドイツ系は難しいんですけれどもね、ようやっと、ドイツから出てってくれましたからね。ってことは、じゃあ、ハリー・ケインが出なくなるね。というわけで、レバンドフスキーでございます。SS ランク持ち。S4 つと、3つとはいかなかったね。で、まあ、S 特徴4つはつけてくれたもののですよ。まあ、残念でしたって感じですね。じゃあ、今回の目玉いきましょう。まずはシャビから。はい、というわけで、シャビが来ました。選手としてのシャビが来るんですね。正直、監督としてのシャビ。っていうのもいいのかなと思いました。だからさっき、レイアールド監督だったんだけど、まあそこシャビでもよかったような気がするんだけどもね。まあ CL 取ったってのは大きいか。ね。CL 取ったってのはもう上ちゃんわざとやってる。まあまあまあ、もういいか。はい、というわけで、シャビ見に行きたいと思います。オフェンシブミッドフィルダーで、バンディエラ持ちでございます。これはもう、そら象徴だ。もう文句なし。そして、ファンタスティコパス。ね。で、フリースキルバージョンとかいらない。最初から S。ね、フラッシュフィードがついております。そして、チェインもついております。ティキタカの体現者。もう、ごとつしないわけにはいかない。そして、S ランク特徴は3つも、S ランク能力3つ持ちということで、非常に大当たりシャビになっているんですが、トップ下の S ランク3つが多いなぁ。ジーコもいるんだなぁ。デルピエロもいるんだなぁ。これでシャビもかい。できれば違うポジションがいいなぁ。っていうところです。トップ下ばっかりにしないでよ。というわけで、こちら。はい、というわけで、今回の目玉のもう一つバージョンでございます。できれば、じゃあちょっと、スキルありバージョンの。お前じゃないんだよ。自分で選んでいい。ロナウジーニョでございます。オフェンシブキーマン持ちになってますね。これは非常に強い。そしてチェインもあります。ただ二つ目が A なんですね。だからここが、やっぱ S 欲しいっすよね。やっぱフリースキルバージョンを引きたいね。そして S ランクと S 能力三つ持ちということになっております。いや、やっぱりフリースキルバージョン欲しいね。となると、フリースキルバージョンのシュートとかを与えたい。そんな感じになるんじゃないでしょうか。いや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 、欲しいねー。で、今回の、メンバーで言うと、オフェンシブミッドフィルダーが1人、センターバックが1人、あ、センターバック足りてるんだ。ゴールキーパー、そして、まあ、純粋の右サイドバック。そして、右ウィングが出ていないっていう感じなんですね。バルセロナアンリが来るとしたら左ウィングだから、もうこの時点で来ないことがわかりますね。上ちゃんわざとやってる。ちょっと、この時点でバルセロナアンリなんて来ないじゃないか。来
して競合させてどうするね。いやこれ来ねえな。それともセンターフォワード、センターフォワードバルセロナアンリね。まあ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 、夢ぐらい見させてもらってもいいじゃないですかっていうことでね、バルセロナガチャの説明終わりたいと思います。もうというわけで、じゃあ最後に、1日1回10連無料、こちらを引いて今日終わりたいと思います。長かったね、申し訳ない。そして、今回のこちらは、まあ、星3星4の選手を取って売ってゴールドコインにしていく、まあそういうためのものでございます。星5の選手たちは売ってもゴールドコインにならない仕様のものたちしかいませんでしたね。これは残念。そして、じゃあちょっと見ていきましょう。じゃあ今回の星5は右サイドバックトーラース。モデルはクーロトーレスだと思います。96年から2015年までキャリア、主にバレンシアにいました。はい、次。なぜって感じなんですけども、ディフェンシブミッドフィルダーで、ダビッド。モデルはエドガー・ダービッツでございます。スペインのクラブ関係あるんだっけ。もしスペインのクラブに行ってたらごめんなさい。そして、今回欲しいのはこちらですかね。トップ下アイワールでございます。モデルはパブロ・アイマールね。一定数の人気を誇るアイマールでございます。ぜひ引きたい。一応ね、これを餌にすることもできるんですけれどもね。まあマグはニヤニヤ枠だな。96年から15年までキャリア、主にバレンシアでプレーしておりました。何ですかね、今回はバルセロナの当て付けでバレンシア、そんな感じ。そして右ウィングに来ているのがメキシコのパロンシスでございます。まずはね、メキシコのインターコンチまだ取ってないのでちょうど嬉しいところでございますが、ウィキを見たけれどもわからないという感じでしたね。アレクシスなんちゃらみたいな選手がいればね、なんかそれっぽいんですけどもね、ちょっと違うのかな、わかんなかった。そして最後はセンターフォワードタリストン。モデルはジエゴ・トリスタン選手でございます。主にデポルティボ・ラ・コルーニャでプレーしておりましたが、そこはバレンシアで統一せいって感じはちょっとね、若干するんですけれどもね。まあまあいいでしょう。まあどれ引いたところで何にもならないんですけどもね。だからまああんまりって感じですね。まあ引ければ彩りになるので、アイバールお願いします。はい、というわけで今回はこちらの無料10連を引いて終わりたいと思います。ね、こういうところでね、ちょっと星をトゥントゥンと引いて、格好をつけて終わる。そんな感じでいきたいと思います。いや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 、というわけでね、皆さんはね、もうガンガン今回のね、ロナウジーニョ、シャビ引いちゃっていいと思いますので、頑張ってください。もうまずもね、100連引けるんですけれども、今回はね、ちょっと、まだね、諦めない男ですから、まだね、バルセロナセンターフォワードアンリを待ちたいと思います。センターフォワードでもレバンドフスキーが来てるんだから、結局被るがないか。急にひよったな。まあでもバルセロナのこの時期のっていうと誰が来る、誰だろうね。ジュリね、マグはストリートファイター6でジュリを使ってるんでね、ジュリがあるかもしれないですね。まあ、ジュリはジュリでも、ルドビック・ジュリですね。大丈夫かな。確かあの時の右ウィングってジュリじゃなかったっけね。いや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 、あれ誰だったっけあの時って。ちょっとよくわかんないってるな。江藤とかもいたっけか。あ、で、あとあれか、トップ下デコだよね、確かね。シャビもイニエスタも多分ベンチじゃねえかな。あの時はまだデコの時代ですよね。デコロナウジーニョエトーの時代ですよ。ね、あの時もね、いいチームだったよね、本当にね。でもデコももう一回出てるんだよね。デコもプジョルも出てるんだよね。で、それで追撃でルドビック・ジュリは弱いか。右ウィング、バルセロナの右ウィング。おい、メッシはもうやめてくれよ。メッシはもう出さないでしょ、さすがに。はい、というわけでね、引かないということでしたけども、こいつらは全員売るわけですけども。ね、そういう使い方していきましょう。280連でゴールドコイン。
集めていきましょう。今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。まあ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 、ちょっとね、新星号選手っていうのはちょっと出なかったのがね、残念ではございますけれども、まあ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 、いいでしょう。まだまだ選手も監督もいっぱいいるんで、上ちゃんにはね、ぜひ新規をね、こうドドンと出していただきたかったですね。ね、まあやっぱりちょっとマニアックかもしれないけどね。うん。ね、これでルドビック・ジュリーって言われてもブーイングだよね。ね、ちょっと違うよね。やっぱりね、ラーションとか言われても違うもんね。誰がいいんだろうね。わかんない。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。それでもマグは諦めない。